メアリー・アビゲール・アビ・ー・ワンバックは、アメリカ合衆国ニューヨーク州出身の元女子サッカー選手。性はワンバックと表記されることもある。1980年、ニューヨーク州ロチェスターで生まれる。4歳でサッカーを始め、早々に才能を発揮。3試合で27得点を決めたことがきっかけで、女子チームから男子チームに移されたという逸話を持つ。 州内のカトリック系私立高校に進学した後は、サッカーのみならず、バスケットボールの選手としても高い評価を受ける。最終学年時には、アメリカサッカー指導者協会から年間、最優秀選手として表彰された。1998年、フロリダ大学に進学した後はサッカーに専念。1年時には、全米フレッシュマン賞を受賞し、2年時からは3年連続で、 全米選抜に選ばれた。また、サウスイースタンカンファレンス4連覇と一度の全米選手権優勝を経験し、通算96得点、49アシスト、決勝点24回、ハットトリック10回を記録した。2002年、ウサのドラフトで指名され、学位取得を待たずして、ワシントンフリーダムに入団。チームメイトのミアハムと共に2003年のファウンダーズ、 カップ優勝に貢献し、最優秀選手賞を受賞した。しかし、ウサは、経営難のためこのシーズン限りで活動を休止した。2009年に、新たなプロリーグである WPS が設立されると、再建されたワシントンフリーダムに所属。リーグ初年度の2009年シーズンには8ゴール、5アシストを記録。2010年シーズンも13ゴール、8アシストを上げる活躍を見せた。 2011年より新スポンサーの下でチーム名がマジックジャックに変更され本拠地もワシントン DC からフロリダ州ボカラトンに移転した。7月22日からは選手権任監督に就任。チームはリーグ3位でシーズンを終えた。ウサでの活躍が認められ2003年に代表候補合宿に招集されると同年のアルガルベカップで代表デビュー。 2003フィ f ファー女子ワールドカップでは決勝トーナメントのノルウェー戦でゴールを決めチームのベスト4進出に貢献。準決勝でドイツ代表に敗れたものの3位決定戦でカナダ代表を下し同メダルを獲得した。翌2004年のアテネオリンピック決勝のブラジル戦では延長後半に勝ち越しとなるヘディングシュートを沈めチームを金メダルに導いた。 2007年に行われたワールドカップでは6試合に出場し6ゴールを挙げた。チームは準決勝でブラジルに前回オリンピックの雪辱を果たされたが3位決定戦でノルウェーに勝利し W 杯に大会連続となる銅メダルを獲得した。翌2008年には北京オリンピックに出場する代表チームのメンバーに 選ばれたが、大会直前の試合で左足を骨折したため、欠場を余儀なくされた。2011年、自身3度目となる、ワールドカップに出場。グループリーグ3試合では1ゴールに止まったが、準々決勝ブラジル戦で延長後半ロスタイムの同点ゴール、準決勝フランス戦では、決勝ゴールを決める。自身初の決勝となる。 日本戦でも3試合連続のゴールを挙げるがチームは PK 戦の末に敗れ銀メダルを獲得した。2012年ロンドンオリンピックに出場資金メダルを獲得。その年は初の FIFA 最優秀選手賞を獲得した。2013年6月20日、韓国代表との親善試合においてミアハムの保持していたサッカー女子代表の世界最多得点記録を更新する。 2015年、自身4度目となるワールドカップに出場。決勝トーナメントになってからは控えに回ることが多くなったものの、自身初となる FIFA 女子ワールドカップ優勝を果たした。2015年12月16日に行われた中国代表との親善試合をもって現役を引退。2013年10月6日、長年のパートナーで、 サッカーアメリカ合衆国女子代表チームメイトでも、あったサラ・ハフマンとハワイ州、カウアイ島で同性結婚を行った。しかし2016年に離婚。その後2017年にグレノン・ドイルと再婚。ドイルも再婚となる。2016年4月3日、オレゴン州ポートランドで飲酒運転の疑いで逮捕された。友人宅で食事を帰宅する途中に、 赤信号を無視したため、警察官に止められて発覚したという、ありがとうございます。